どうも皆さんこんばんは、ゆりかけです。今回はですね、また不思議の幻想郷 TOD リローデットをやっていきたいなと思います。はい、今回はですね、サナエのストーリー今回からやっていきたいなと思います。ミラクルアン…じゃあアンビショ…あ、ちょ待って、アンビションズこちらサナエが主人公のストーリーです。本編のさて、アイテムを持ち込むことはできません。はい、では行きます。説明いらず。我の言いつけ通り、しっかりと修練を積んでいるようだな。え？当然です。バッチリと積んでいますよ。あれ、いつその上下関係生まれたの？結構である。あ、この分ならお主が仙人になれる日も遠くないかもしれんな。アラビト神はい。 あれ確かあれ、サナエってあれアラビト神的な感じじゃなかったっけ？ねえ、どうしてあんたがここにいるのよ。そもそもの疑問、なんでここにいるの？あ、レームさん、お久しぶりです。いや、お久しぶりですじゃねえから。ねえ、お久しぶり。で、ご用件は？なんでいるの？ですね、レームさんと少しお話がしたいな。絶対なんか裏あるじゃん。絶対なんか企んでるじゃん、もうこの時点で。今回の異変を解決したのってレームさんなんですよね。今回の塔、どの今回？俺もなんだろう、いろいろな世界線に行きすぎてどれが今回だか分かんないよ。レイさんよ、多分塔の話してるんだよな。私はあんたと違って優秀だからね。自ら周りと決別した。さつなく華麗に異変を解決してやったわ。おうレームさん、どうした？もしかして自分一人で異変を解決したと思っているのですか？まあ、ふととかね、まあ河川さんのね力があったから、まあ解決したのは、まあそれをね、一人で解決したとは思ってないよ。何が言いたいのよ。レームさんはご存知ないかもしれませんが、何？実は私も異変の解決に一役買っているのですよ。なんだって？これ嘘？これ嘘？え、嘘？本当どっちこれ？されてしまいましたけどね。ああ、そうなんだ。それってどういう…てか話の前後が見えない。話は今回の異変が起きる少し前まで遡ります。ああ、ちょっと…ああ、その話長くなりそうだな。でも聞くしかないんでしょ。あの日、幻想郷に起きた異変、多分アワリティームのことだよな。そこにはもう一つの真実があった。幻想郷のもう一人の巫女の物語。ミラクルアン…さあ…アンビションズ。雨降ってんね。ああ、そういえば異変前も確かに雨降ってたわ。それにしても嫌な天気ですね。洗濯物が乾かさないよ。明けても暮れても雨、雨、雨。しょうがないよ。このままでは生乾きの洗濯物で菌床栽培をする羽目になってしまいますよ。冗談で洗濯物の話題出したけど本当に当たってた。まあ実際本当に乾かないからね。まあまあいいじゃないか。こんなに雨が降るのは1年の間でこの時期だけなんだしさ。あれ、ということは梅雨の時期かこれ。この雨は幻想郷に恵みをもたらす大切なものなのだ。まあ、それはそうですけど。そうそう、梅雨に雨粒を受け、夏に日を浴びることで作物が実る。秋になれば、きっとうまいものがいっぱい献上されて。結局、目当てそっちかい。もう、洗濯をしている私の身にも思ってくださいよ。まあ、家事をしている人からいたら、まあ、
ありがた、ありがた迷惑でもねえな、ただの迷惑だな。確かにそうだね。ごめんごめん。なんかスワコさんなんかちょっと申し訳なかった。ね、スワコさんちょっとなんか、ね、他人いない、他人、ね、他人というかもう人任せすぎない、ちょっと。ニトリさんにお願いして衣類乾燥機でも作ってもらおうかな。それがいいかもしれない。さてと、そろそろ時間だな。二人とも。留守は任せたぞ。あ、はいはい、はい、お気をつけて。どっか出かけるの。ちゃんと物理的にお土産を買ってこいよ。土産話なんてクリアしないものはいらないからな。うるさいな、わかってるって。この3人はこの3人で仲いいな。それじゃ、行ってくるよ。大丈夫かな。羽目を外しすぎなきゃいいけど。心配なら諏訪子様も一緒に行けばよかったのでは。確かに。ごめんだよ、なんで私があんな。え、雷。すごい雷でしたね。おへそを出していたら確実に持っていかれるレベルでしたよ。子供が信じてる、子供が信じてるレベルの話だけど、それ。どうしたの？諏訪子様？腰が抜けた。あれ一応神様だよね。あれ一応神様だよな。神様なのに雷が怖いだなんてちょっと可愛いですね。うっさいな。私は雨は好きだけど雷は大嫌いなんだよ。なんて言うんだろうなそれ。晴れてきましたね。そういうことか。さっきのあのバカでかい雷が多分あれなんだろうな、あの言えばあれなら霊夢側の一撃ってことだよな。多分。おへそがなくなる前に晴れてよかったよ。そっちの心配。そんな本気にすることないじゃんか。それにしても不自然なくらい瞬間的に晴れたな。まあ、ただ雨が止んだというわけではなさそうですね。まあ、雨が止む直前天を貫く光の柱を見た気がする。雨ん天を貫く光の柱。それ多分アワリティーフのことかな。ええ、私も見ました。あれは魔法の森の方角でしたね。アワリティーフというかアワリティーフができる前兆のあれか。もしかしたら何かしらの異変が起きているのかもしれないな。スワコさんちょっと感が鋭いね、やっぱ。よし、さまえ。お、はい。いきなりで悪いんだけど、何か異変が起きていないか調査してもらいたい。もう、なんでこっちに投げるのさ。ちょ、それは諏訪子さん、ちょっと一緒に来てくださいよ。今からですか？てか、留守任されてるんじゃねえのかよ。そりゃそうだよ。異変の可能性がある以上、このまま手をこまねいているのは得策じゃない。まあ、それはそうだけどさ。だからってこっちに投げないでほしいな。少しでも早く対応しないと。まあ。じゃあ、諏訪子様も一緒に来てくださいよ。そうですよ、諏訪子さんも一緒に来てくださいよ。なんで私が。だって、暇でしょ。直球。最近は、家でずーっと、ダラダラしていたじゃありませんか。痛いとこついてくる。なんかしてないよ。神様は忙しいんだぞ。見えないところでいっぱい働いてるんだ。いやでも神様の仕事は分からん。そうなんですか。そういうことなら無理強いはできないですね。そうだね、まあ忙しいんだからしょうがない。調査が終わったら人里の甘味どころでスイーツでも食べようと思っていたのですが。さすがにそんなんじゃ釣れないよ、さすがに。今回はやめ
ておきも。で、なんでそれを先に言わないんだよ。食いつくのが早い。それなら話は別だ。この森や諏訪湖、人肌脱ごうじゃないか。話の食いつきまでが早い。現金の神様ですね。それは言ってあげないであげて。よし、千は急げだ。さっさと行って、さっさと終わらせるぞ。あの異変、さっさと行って終わらせるられるほどの異変じゃねえよ。はい。パッと行ってパッと終わる異変の内容じゃない気がするんだけど。おお、森谷神社。おお、お賽銭箱、アイテム倉庫で、あれニトポ、あ、ニトポがの管理場所がないってことは、ニトフュージョンがそもそも使えないのか、まさか。まあもちろん何もなし、なし。よし、行こう。よし、さない、今日も一日元気に頑張ろう。カナコのやつが変わるとろくなことにならないからな。あいつが帰ってくる前にさっそく入院を回復するぞ。はーい。株大根、どっちでもいいや。いいの、まあ、とりあえず行こうか。神の力が必要だというのか。よし、妖怪の山。いやー、さすが諏訪湖さん、強いね。これは神遊びの一環である。なんだよ、最初から諏訪湖さん戦ってくれればよかったの。痛い。あ、お金が消えた。うわ、最悪。そして家具に湧きてくる。やっきゃー。なんてこったい。保存の隙間だ。ちょっと待って。多分今回はね、ニトフュージョンが使えないから、多分ね、合成の隙間とかあるんだと思う。多分ね。まあ一応装備だけねしといて行こうか。ちょっと待って、最大フロアがパテナになっとるけ、これ一番困っちゃう。ちょっと待って、まあとりあえず諏訪湖さんに装備されておこうか。よっしゃ、硬いね。よし、どんどん先に進んじゃうよ。強いね。やっぱパートナーが強いからなんとかなってる。さあフロアさん、どんどんサクサクいっちゃうよ。ここいた、いた、いた。武器が全然拾えない。武器が全然拾えない。おっきいワッフルとか、いやー、こんがりワッフル立っちゃおう。ちょっと待って、よくよく考えた。保存の隙間があるんだったら保存の隙間ちゃんと入れとこう。もしかしたら次になったら炭になってるかもしれないしね。で、あ、これはつけといていいかな。よし、先に進もう。うわ、タケノコに吸収された。これはどういうスペルなんだ。痛い痛い痛い。待って、スペル塗っちゃう。弾幕のこれを見せてくれ。どれこれか。これはまあまっすぐ5方向ん。隣接している敵に連鎖するか。で、これ何、これ神風を呼ぶ星の儀式、中心10ターン後、特殊地、待って、1マス以内にいる敵を2マス後方に吹き飛ぶ。9マス9かける7マスにあれをやる。砲撃の声、それ違う。味方は怪力、倍速、再生、強化、効果のいずれかの状態変化。再生 HP 3% 分の HP 回復、 25% の確率で悪い状態変化を1つ解除。デッキはに対して2ターン継続する弱化、軟化、猛毒、盛りだくさんやな。
多分弾幕を銃使うというか弾幕銃して銃を使用して発動してその後どんどんすごっ。え、何 40? え、まだえレベル5で41ってだいぶえげつねえダメージ入ってくる。よいしょ。とりあえず装備して何でもいいから装備しとこう。よしよし、何でもいいからとりあえず装備しておいて、でとりあえずようこそ丹沢部屋へ。あ、専用スペルあったけどお買い物、だからとりあえず後でいい。よし、あらよっと。まあとりあえずね、あ、なんか共鳴した、なんか何と共鳴、わあすごい、あーすごい、あめえ EUM、ね、すっごいめちゃくちゃちょうどいいじゃん。よし行こう。おっと、どこ、花畑、あキャッ、うん、今回のボスは何になるんだろう。前回というかアナザーストーンのマリサの方ではあれだね、確かあれだね、フランが、ボスだったんだよね。あれだね、取らせない、フランがボスだったんだよね。今回は誰になるんだろう。痛い、えげつねえダメージ入ってる。いくら被弾時回復が入ってるとはいえちょっと痛え。これ使ってんの、おお、ほんとだ、すげえ。あ、弾幕、あ、間違えた。あ、約10ターンか。10ターン、この、ね、ほぼ、もうなんだろう。自分のフィールド展開みたいなのができるわけだ。おっと。あ、ねえ、諏訪子様。遠くからでもよく見える。ここは、嫉妬の人間の里かな。なんだアイサナエ、ここへ来る途中に襲いかかってきた人たちって一体何者だったんでしょうか。まあさあね、大方奥の方に見えるあれだよね。知り合いの顔もあったから話しかけては見たものの全然会話にならなかったしな。その私の見間違いじゃなければですけど、同じ顔をした人が何人もいましたよね。まるでコピーされたみたいに。まあ、まあ、何かしらの異変が起きているということだけは間違いないだろうね。まあもう異変の正体後ろに見えてるしね。もう見たところこの辺りはまだ異変の影響を受けていないみたいだけど、いつ影響を受け始めるかたまったもんじゃないからね。影響を受けるのも時間の問題かもしれない。あまりのんびりはしていられないみたいですね。てかそれで言ったらさ、その雷が落ちてからすぐあれになってきたって結構影響の速度で言ったら結構早いよね。それで言ったら本当にあれなんだね、幻想郷を支配するぐらいの力はあったのかもしれないね、あの時の降臨は。とはいえ闇雲に動いたところで意味はありません。まずは里の人たちに話を聞いてみましょう。まあ、そうね、まずは情報収集。お前たちそんなところで何をしているんだ。この声は、あ、ケイネ先生。ケイネさん、ちょうどいいところに。ちょっと聞きたいことがあるんだけどさ、この辺りで何か変わったことはなかった？またその質問か。巷じゃその質問をするのが流行っているのか。え、
私たち以外にも同じ質問をした人がいるんですか？いるんだ。あ、ついさっきね。しかもついさっきかい。で、河川さんじゃないですか。妖怪の山に住む仙人がここへ来て同じ質問をしていったよ。河川さんじゃないですか。あ、いただそんなやつ。茨ボタンだっけ。もはや誰だ。もう茨城河川様ですよ。ほら、霊夢さんのところに入り浸っている。もう入り浸ってるって言われてるんだもう。ああ、はいはい、そんな名前だったね。それでさっきの質問の答えだが、人里は平和そのものだ。何も変わったことなんてないぞ。そうか。まあ、人里以外のところでなら変わったことがあったみたいだがな。だろ、いや、まあ人里でね、まあね、なんかそんな影響が出てないんだったらまあよかったけど。人里以外のところ、ほら、いつの間にか立っていた例の塔のことだよ。うん、多分それもうちょっと前に触れるべきのことだと思うんだけど。例の塔ですか？あれ、知らないのか。あれ、この距離からでも十分見えるよね。ここからでもうっすら見えると思うが、うん、魔法の森の外れ、ちょうど降臨堂があった場所に怪しげな塔が立っているんだよ。うん、絶対なんかあると思うよね。あ、本当だ。降臨堂に塔か。お前か。降臨堂ですね。この発祥さないかよ。この発祥さないがやったのか。降臨堂でふざけていって、で、それがさないとかに、それがあれか、さないから発祥して、あれか、ケーネ先生とかに伝わって、それも広まったわけか。それもう降臨に直接、あの時の降臨に行ったら怒ってたよ。どう、塔にしただけなのにすごくしっくりくるな。まあ濁点が消えただけだしな。じゃないだろう。そうもうちょっと危機感持とうよ。そんなふざけた名前をつけたらあの塔の持ち主がかわいそうじゃないか。いやいや、もう降臨しかいない。はい、すみません。でもこの、その異変を起こしてるの、そのね、建てた人なんだけどな。しかし思った以上に情報が少ないな。まあ初日だし、ね、これからどうしようか。あの、諏訪子様、おそらくですけど河川様も異変の調査を行っているのですよね。まあそうだね、前のレムというか、まあ最初のね、まあレムの方でも多分そんなことを言ってたような気がする。ああ、多分ね。なら河川様にお会いしてお話を伺ってみるというのはどうでしょうか。それはいいアイデアだ。なるほど、そいつはいい考えだ。うん、あのケイネさん、河川様は今どちらに？まだこの里のどこかにいると思うぞ。ほう。甘味どころや蕎麦屋などに長居して、そこを訪れる人々と交流を深めるのが日課のようだからな。ほう。仙人とはいえコミュニケーション能力をもう絶やさない。さすがはもはや仙人の鏡のような人だ。交流を深めるね。わかりました、その辺を探してみます。ん、ちょっと待って、ちょっとね、このちょっと諏訪子さんのちょっとなんかな、この交流を深めるねって引っかかってる部分がちょっとなんかね、怪しい。あ、頑張れよ。なんでそんな疑問に思うことか。まずは建物の外にいる人たちに話を聞いてみよう。きっと河川の居場所を知っている人がいるはずだ。はあ、人里。まあ
とりあえず今回はわーすごいね、昔ね、なんだろう、こういうことやったよね。あの学校とかでさ、校庭になんかこうやってふざけ、なんか棒とか使って絵描くみたいな、面白いんだよな。あ、多分こいつに話しかけたら多分まあいけるんだろうけど、ちょっとね、今回はここまでしようかな。動画時間もいいぐらいなんでね、今回はここまでにしたいと思います。では次の動画でもしましょう。お疲れ様でした。では失礼します。